こんにちは、スノーです。今回はウィスパーという汎用的な音声認識モデルを使っていろいろ楽をしてみようということで、今回は動画の編集で、字幕をつける時があるんですけど、字幕を自動で作ってみようということでやっていきたいと思います。そもそもウィスパーって何ですかっていうところもあるんですけど、すごいのが、ウェブ上から収集された68万時間分の多言語およびマルチタスクの教室付きデータでトレーニングされた自動音声認識システムらしいです。でこれを使ってじゃあ Python でいろいろ操作して、動画を入れると、自動で字幕を作ってくれるみたいなソースコードを書いていきたいと思います。それではソースコードの方を見ていきましょう。はい、それでは続きソースコードの方を見ていきたいと思います。で、よいしょと、相も変わらずですが、まずですね、Jupyter ノートブックの方で動き確認して、次にストリームリットでウェブアプリかというか、ちょっとアプリっぽいものにしてみたいと思います。で、何をインポートするのかというと、ちょっと待ってくださいね。美しい、なんか最近注意されるんですが、こういったインポートの並び順とかも気をつけてくださいねみたいな話が出てるんで、並び方を変えたいと思います。Python の標準のライブラリーが上で、サードパーティー製が下に並んでるというようなものです。で、上から順番に行きますと、まず OS ですね。これ、絶対パス取得するためにインポートしています。で、あと時間の操作があるんで、タイムデルタを入れてますよと。で、あとはトーチと、サブタイトル、SRT か。っていうのと、ウィスパーですねを入れています。で、このトーチっていうのは、CUDA のバージョンと合わせたものをインストールするようにしてください。ちょっと後で画像追加しておきますけど、このここに載ってるページから、必要なコマンドとかを、見た上で、インストールして、CUDA もそれに合わせたバージョンのものを、インストールしてもらえればいいかなと思います。はい、で、じゃあこのトーチのバージョンと、私が使ってるトーチのバージョンと、トーチのクーダが使えるかどうかっていうのをちょっと見てみようと思うんですけど、私の方ではですね、トーチのバージョンが 1.12+1 で、クーダが113っていうのが使えるようになってますよというようなものになってます。ここちょっとちっちゃいんで拡大後でしておきます。はい、で今これが使える状態ということが分かったので、じゃあウィスパー使ってモデルを入手した上で、字幕を作ってみようと思うんですけど、難しいことって何らなくてですね、いつも何もないとかって言ってるんですけど、ほとんどコピペなんですよね。ウィスパーインポートしたウィスパーのロードモデルとして、今回はミディアムってしてるんですけど、他にもいくつか種類があって、今回はミディアムという形にしてます。デバイスの指定がここであって、CUDA か CPU かを選択するようになってるんですけど、学習とかが早いんで、処理が早いんで CUDA 使うようにしてます。GPU 積んでないパソコンでやられてる方は CPU になるかなと思います。ここで、モデルをインスタンス化して、でここから、モデルのドットトランスクライブとして、読み込ませたい動画のファイルパスと、言語を指定して、トランスクライブを動かしたいと思います。でここでいくつか注意点があるんですけど、まず一つ目が、ここの ffmpeg.exe っていうのが、同じフォルダかなになかったら動かなかったので、今一応入れてます。もしかしたら環境に依存するのかもしれないので、あくまで参考程度ということで、ちょっと留めておいていただければなと思います。
で、もう一つがここなんですけど、ファイルの指定に、まあ、相対パスを指定するとちょっと動かなかったんですよね。なので絶対パスで指定して、トランスクライブするようにしています。ということで実行していこうと思います。で、まあ、これ、トランスクライブ実行したら、まあ、リザルトに、訳された結果が、訳されたというか文字起こしされた結果が入っていくというようなものになっています。それでは実行しますと、はい、じゃあ、リザルトに格納されたので見ていきたいと思います。よいしょ、はい、こんな感じですね。これ冒頭の部分の、動画を読み込ませて、日本語にしたというような感じですね。こんにちは、スノーです。まあ、あの U が入ってるんでスノーですって聞こえてたりとか、あとなんだろうな、今回はウィスパーという汎用的、まあ結構漢字とかも認識率いいみたいなんで、まあ、このままペタって貼ってもいけそうな気もするんですけど、あ、例えば、教師ありデータの話をしてるときに、なんか教室機データみたいな、教室機じゃないですね。まあこういう細かな間違いはあるんですけど、おおむねこのままでも大丈夫そうな感じがしますね。ただまあ今のアウトプットの状態が、まあこんな感じで、テキストでずらずらずらっと並んでるのと、あと、次はセグメントという形で、セグメンツか。で、まあそれぞれ、何秒から何秒までは、こんにちは、スノーです。みたいな、まあ文字列が喋られてますよっていうのが、まあわかるようになってるんですけど、これを、字幕風に、加工してアウトプット。.srt ファイルっていうのを出力したいと思います。で、そのソースコードというか関数がこうなっていて、これはどっかから拾ってきたのをちょっとアレンジしたやつなんですけど、変なところにサブスってありますね。ああ、そうか。ここに一つ関数を定義してます。で、これ何をしてるのかというと、ここのテキストの値を読んできて、18文字よりも多ければ、21文字以上であれば開業して、21文字未満であれば、1行で表示するというような、まあ、関数になっています。でこれを、サブズという、まあ、リストにどんどん追加していくというような感じですね。で、さっきのリザルトのセグメンツから一つずつ取り出していって、スタートとエンドの時間を取得してアッドラインという形でテキストを読み込ませると。で、先ほど SRT からサブタイトルっていうのをインポートしてるんですけど、それに合わせてですね、スタートとエンドの時間を合わせて、まあ、それぞれ入力すると。で、それをサブという変数に入れて、サブズにアペンドしてどんどんリストを追加していくというような感じになってます。で、最終的にこの追加されたサブズという値を srt.compose に渡してあげることで、字幕用の .srt ファイルの形式になっているというようなものになっています。サブズ、あ、ここを入力しなかったな。で、実行すると、こんな感じ。00秒から2秒までは、こんにちは、スノーですっていう風に喋ってますよと。2秒から11秒までの間は、こういったことを喋ってますよ。みたいな感じで、テキストが出来上がると。で、これを、まあ、subtitles.srt っていう形にすると、冒頭でお見せしていたような字幕ができるというようなものになっています。まあこういった感じで、まあザザッと作れば、まあこんな少ない行数で字幕を作るのを自動化できるというようなものになっています。じゃあこれをですね、ちょっとアプリっぽくしたものを次はお見せしたいと思います。はい。それでは、じゃあメインの方を見ていきたいと思うんですけれども、先ほどと同様にインポートするものはこのようになっています。
Jupyter Notebook とちょっと違うのはストリームリットが入っていますよというところですね。はい。で、次に、ウィスパーを動かすために、ランウィスパーという関数を定義しています。やってることは基本的に先ほどの Jupyter Notebook と一緒なんですけれども、ちょっといろいろ関数でまとめたりしているので、そこだけかいつまんでご説明しますと、アンダースコアジェンサブズという形で定義しているのは、トランスクライブしたリザルトを突っ込むと、字幕のデータを生成してくれるという関数になっています。ちょっとこれも後ほど下の方で説明します。で、できたサブズに対して Flight で、ファイルとして書き込んで終了するというようなものになっています。じゃあ、ジェンサブズって何すんのっていうと、途中で、Jupyter Notebook でも書いてあったんですけども、AddLine という関数の定義と、リザルトからセグメンツというのを取ってきて、それで1行ずつ字幕を生成するということをここでやっているというようなものになってます。で、最後、ここがまた違うんです。さっきの Jupyter Notebook ではなかったところですね。ここのメインの中で基本的にストリームリットで使う画面の構成を、まあ、指定してるんですけど、まあ、タイトルであれば st.title っていうのを、まあ、加えてますし、ファイルのアップロードするところは st.fileuploader という形で使っています。で、こいつにファイルがアップロードというか選択されるとアップロードファイルに何かしらのデータが入るんで、そのデータが入るとここの処理に入って、アップロードファイルを一旦ローカル上に保存するというようなことがここに書いてあります。で、保存したデータに対して、ランウィスパーをしてあげて字幕を生成したら、st.download ボタンということでダウンロードボタンが、イネーブルになってダウンロードできるようになるというようなソースコードになっています。まあ、書いてること、加えたことっていうのはほとんどここだけなので、Jupyter Notebook 上で字幕の生成ができれば Web アプリ化まではほぼ 90% ぐらい完成したようなものじゃないかなと思ってます。じゃあ、まあ実際にストリームリットランメインドットパイを実行してあげると、よいしょ、さっきお見せした、まあ、こんな感じで、画面ができると。まあ、単純ですけど、あとはもうここに動画をポコポコ入れていけば、自動で作ってくれて、ダウンロードボタンを押すと、字幕がダウンロードできるというようなものになっています。と、ストリームリットのところで1点注意点があるんですけど、よいしょ。ストリームリット、標準だと、動画のデータ300メガバイトぐらいまでしか、アップロードできないと。このファイルアップローダーを使っても300メガバイトぐらいのアップロードしかできないんですけど、ここの左上にストリームリット用のコンフィグを書くところがあって、その中で、よいしょ、マックスアップロードサイズを1000メガ、1ギガバイトまで動画 OK ですよっていう風にすることで、最大1ギガぐらいまではこのアプリケーションでは動画から字幕を生成するようなことができるアプリにすることができるというようなものになっています。はい、いかがだったでしょうか。まあ、今回私こういうふうに作って、実際に今後字幕を作るときはこのソフト使っていこうかなと思うんですけど、他にもまあ有料ソフトとかのいいところとかもあるんですけど、自分でこうやって作れるようになればいろいろ改善の方法もあると思うんで、勉強にもなるし、まあ、一石二鳥かなと思っていますので、皆さん試してみてはいかがでしょうかというところで、今回は以上となります。ご清聴ありがとうございました。